ございます。なんだか心がスッと洗われた気分です。今回はこちら堺理性の森を紹介します。やってまいりました。全面ガラス張りのとても洗練された雰囲気の建物ですね。すごく楽しみです。堺理性の森は堺が生んだ2人の偉人、千利休と与謝野晶子のそれぞれの名前の一文字を取って命名されています。2人の生涯や功績はもちろん、堺の歴史や文化にも触れることができます。早速中に入ってみましょう。とっても開放的ですね。外の光をたっぷり取り入れることができるので、とっても明るくて気持ちのいい空間です。まず迎えてくれるのが江戸時代後期の堺の町割りを描いた泉州堺絵図の陶板フロアマップです。は何でしょうか。こちらの方に伺ってみましょう。こんにちは。こんにちは、学芸員の泉と申します。泉さん、こちらは、はい、こちらは堺理性の森があります宿院界隈の昭和初期の様子を、再現したジオラマ模型になります。昭和10年代に描かれた絵ですとか写真なんかを元に作られたものでして、今では見られなくなった宿院頓宮の鳥居ですとか、はい、阪海線の大浜支線ですね、はい、のが再現されています。あ、そうなんですね、はい、なんか細かいところまですごく丁寧に作られていて、はい、なんかずっと見ていたくなっちゃいますね。そうですね。では次に、この堺に生まれて、はい、天下一の茶人と呼ばれた千利休の世界をご案内いたします。はい、とても楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずご案内するのは堺大庵です。堺大庵というのは、はい、千利休が作ったとされる茶室で唯一現存するのが国宝大庵というお茶室なんですけれども、それを創建当初の姿を復元したものになります。国宝大庵は、現在は京都は大山崎の場所にあるんですけれども、堺大庵というのは2畳という大変狭い空間になっています。その中で利休の精神が凝縮されていると思いますので、ぜひ体験してみてください。はい、って言っても結構広く感じますね。創建当時を再現しているということですので、利休が作り上げた茶の湯の世界を味わえるということなんですね。春野さん、はい、この掛物の言葉の意味をご存知ですか。老湖水って書いてありますね、はい、初めて見る言葉なんですけど、一番左に書かれているのは霧という言葉でして、はい、老いて古びた霧という意味になります。これが利休の、修行の境地を指した言葉として、利休の息子の道庵という人物がいるんですけれども、彼が利休という名前の意味を大徳寺の和尚に尋ねた時に、それに対して大徳寺の和尚さんが返事で書かれたものがあるんですけれども、その中に、書かれている老湖水という言葉になります。お話をお伺いすると、改めてこの茶室が利休の和茶の世界を表現しているんだなということが分かりますね。こちらは千利休の流れを組む表千家、裏千家、武者小路千家の三千家のお家元にそれぞれご命名いただいたお茶室です。このような形で並び立つのは千家茶道の歴史の上でも初めてのことというふうに言われております。こちらでは、三千家の先生方からお茶のことを学びながら、どなたでもお手前体験をすることができます。私もぜひ体験してみたいんですが。じゃあぜひどうぞお座りください。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三千家の先生の
丁寧な指導で本格的な作法を学ぶことができます。こちらでは学校団体を対象とした茶の湯体験学習も行っています。この日は竹城台東小学校が体験していました。今日は茶の湯を体験してみていかがでしたか？思ったより難しかったです。茶筅でお湯を立てるところが難しかったです。千利休は思ったより大変なことをしていたんだなって思いました。今日は茶の湯を体験してみていかがでしたか？お茶を混ぜるところが難しかったです。飲んでみてどんな味しました？ちょっと苦かったけど美味しかったです。歴史とかいろんなこと知らなかったけど勉強して歴史のこととかをよく分かりました。お点前体験は10人以上での団体予約が必要ですが、毎月第3日曜日には個人でも体験できます。また椅子に座って気軽にお茶を楽しめる流麗茶席があります。堺理性の森のお隣には千利休の屋敷跡と言われているところがあるんですね。はい、利休は堺の今市町というところに住んでいたことが分かっています。江戸時代の記録ではこの辺りが堺の今市町だというふうに言われておりました。それでこちらがですね、椿の井戸と言われている井戸でして、椿の炭を井戸の底に沈めたことからついた名前だというふうに言われております。その後大徳寺の和尚さんが利休切腹の原因にもなった大徳寺三門の古材を用いて館を建てて、それが現在にも伝えられています。また堺理性の森の1階にある千利休茶の湯館は、千利休と堺の町、千利休と茶の湯、千利休とその後の3コーナーに分かれており、さまざまな展示を見ることができます。利休が追い求めた茶の湯の奥深さを感じることができました。次は堺出身で日本文学史に名を残す与謝野晶子を紹介するフロアに行ってみます。晶子の世界に浸ろうと私も着替えていました。では行ってみましょう。こんにちは、学芸員の足立です。よろしくお願いします。ここからは私がご案内します。こちらが与謝野晶子記念館です。春野さん、こちらに立っていただけますか？はい。映像ですね。海恋し潮の遠なり数えては、乙女となりし父母の家、こちらでは美しい言葉とリズムで歌われている晶子の詩歌の世界を映像と音で体感していただけるようになっています。こちらは与謝野晶子が生まれ育った駿河屋の店先を実物大で再現したものです。晶子は小さい頃この店の帳場に座り、源氏物語や私学の書物などを読んだそうです。今回は特別にお座りいただきました。いやー、まるで晶子の世界にタイムスリップしたみたいです。春野さん、与謝野晶子が出版した歌集や著書の装丁には独特の美しさがあるんですよ。とても素敵なデザインの装丁ですよね。はい、代表作乱れ髪をはじめ晶子の本の装丁は美術品としてもとても価値が高いものです。これらは晶子の夫ひろしの後世に残るものでなければならないという考えのもと、藤島武二や中澤博光など
著名な画家たちによって手掛けられています。与謝野晶子の生きた時代を改めて知ることができました。今日初めて堺理性の森を見せていただきました。堺の文化観光拠点として本当に魅力的な施設ですよね。そうですね、まもなくオープンから1年を迎えますが、ありがたいことにすでに延べ45万人を超える方々に来訪いただいております。堺市民だけではなく全国から、そして最近では海外からのお客様も増えております。多くの方々に堺理性の森を楽しんでいただいており、大変嬉しく思っております。予想をはるかに上回るお客様に来ていただいているということですけれども、その理由は何でしょうか。理性の森では利休の極めた茶の湯の奥深さを味わい、日本の近代文学を切り開いた晶子の世界を体感いただいております。また茶道三千家のご協力により、どなたでも本格的な茶の湯を体験いただけることや、市民の皆さんが中心となって設立された与謝野晶子クラブと連携したイベントの開催など好評の要因だと思います。理性の森ができたことによる効果や今後の展望はいかがでしょうか。はい、平成27年3月のオープン以来、半年間で来館者の飲食や土産物の購入、宿泊などによる経済波及効果は約14億円と推計されております。理性の森の開館によって堺市内に経済的な効果をもたらしていると言えます。おかげさまで開館1年目は予想以上の結果となりましたが、2年目以降しっかりと取り組まなければならないと思っております。これからも日本国内はもちろん、海外からもたくさんの方々に来訪いただけるよう、堺の歴史、文化の魅力をさらに発信してまいります。そしてこの理性の森のにぎわいを周辺地域はもとより、地域全般に拡大していきたいと考えております。